1977年の小西川駅と、周囲約500メートル範囲。上が、羽幌方面。貨物取扱廃止2年後の姿で、相対式ホーム2面2線と、駅舎横の貨物ホームに引き込み線、駅裏に副本線と留置線が残っている。駅裏の北側にはストックヤードがあったが、新たな踏切と2車線の道が作られて潰されている。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成岸下駅はかつて北海道留萌郡小平町あざを西か港町一区に設置されていた日本国有鉄道羽幌線の駅である。電報略号は丘。羽幌線の廃線に伴い1987年3月30日に廃駅となった。 1986年10月まで運行されていた急行、はボロの停車駅であった。廃止時点で単式ホーム、島式ホーム複合型2面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは駅舎側ホーム中央と島式ホーム南側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側単式ホームが下り線。 島式ホームが上り線となっていた。島式ホームの外側一線は側線として残っており、その他、島式ホームの外側の側線から分岐した側線を一線、また下り線の掘る延べ方から分岐し、駅舎北側の切り欠き部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。職員配置駅となっており、駅舎は構内の西側に位置し、単式ホーム中央部に接していた。 当駅が所在する地名より、地名はアイヌ語のお乳しか別に由来する。1999年時点で町営住宅の敷地になっている。また、2011年時点で駅付近の小州市側にはコンクリート造りの橋台及び翼壁が残存している。ありがとうございます。